これちょっと短足に見える、足が短く見えるんですけど、どこを直せばいいかって分かりますか？子供の子なんですね。この横棒を持って上ですか？そうですそうです。じゃあ上に書いてみてください。もう一回、いいです。もうこんなぐらいうまいですね。で、アメカンブリですね。ありがとうございます。まあ、上手に描けてますよ。うまくまとめてます。ちょっとコツをお伝えしますね。これは動画でも説明してるんですけど、はい、ウカンムリとアメカンムリの違いをまず理解してほしいんですね。で、できてます。ウカンムリの特徴はカンムリを少し小さく描いてください。ウカンムリは帽子と思ってください、ね、もともとカンムリですから王様が頭にかぶるものですから少し小さめに描きます。でこれで描くと、ここ払ってくださいね。さっきべちょっとしてたんで、で払ってこう書いて上の方にこういきます。これがウカムリが大きくなったらどうなるかというと、こうなっちゃうんですね。同じように丁寧に書いてもこうなるんです。2つが目立っちゃうんですね。でこれに対してアメカムリはどう書くかというと、アメカンムリは広く書いてください。いいですか。雨っていうぐらいですから雨が降ってくるんです。ということは傘を広げるイメージです、ね、こういこれぐらい傘を広げれば広げるほど中は出れませんので、でこう書くと雨に濡れないですよね。でこれを逆に小さく書いたら、今書いたように小さく書いたらどうなるかというと、同じぐらいですよね。なったら雨に濡れちゃうんですね。ですからアメカンムリは傘を広げます。ウカンムリは帽子ですから頭にぴったりとフィットさせます。だからウカンムリは小さく、アメカンムリは大きくね、これだけでも覚えたと思いますので、全部の字に応用できます。うん、いいですね。払う、中心から中心にで止まって跳ね上げる。で上の方からゆっくりと反ります。反ります。あ、それ安定させてくださいね。なんかふにゃーってなる、ぐにゃーってなっちゃったんで、はい、しっかりと反ってください。安定させてください。はい。はい、じゃあいいですよ。次雲。雲は雨冠はとにかく広げます。傘を広げます。大きく。端っこまで行ってください。端っこまで、そこまで。縦線の長さ、点の位置、そう、少し内側に書くんです、点は。で、少し小さめに、あまり長くしないように、角度は揃えて。さあ、最後の角度。そうですね、下向きですね。うん、形はいいです。ただもう線がもう全部目いっぱい描いてる感じがしますから少し力を抜くところとかできてくればいいですけどね。これからは今はいいです。形を取る練習ですから。はいはい。なんかこうこの横棒っていうのは、はい、もっとグイッと長くするのかな想像してたんですけど、このぐらいがいいんですか？これぐらいです。これが例えばじゃあ長く描いたらどうなるかっていうのを見てみればいいんですね。長く描いたらどうなるか、
こう書いて、こんな感じになっちゃうんですね。あ、適度に、適度なところで、ちょっとこの浮かんむよりちょっと広い、長いぐらいですかね、うん、長いぐらいでこうしっかりとしなる。ということは子供の子はこうなんですね。子供の子っていう長さはあまり長すぎず短すぎず適度な長さなんですね、うん、っていうのが出来上がってくるんです。でもちゃんと右上がりになってしなってますよね。でもなんか今書かれた字はちょっと真横ですよね。そうですね。しかもふにゃっとなってるんで、しっかりとしなってください。横線以外はもうほぼ完璧です、その字。あ、その点もうまくなりましたね。うん、その空間もいいです。はい、反る。もうちょっと下から、はい、上に上がりつつ反る。そう、そんなイメージですね。